こんばんばはは平井博明です今回はですす今回ねグリップの種類ですねこのグリップの種類についていろいろ詳しく解説していきたいと思います皆さんグリップ交換したことある方結構いらっしゃると思うんですが今お持ちのご自身のグリップを交換して今のクラブに何でも合うかって言ったら 合う合わないっていうのは出てくるんで必ずこういうクラブでこういうシャフトにはこういうグリップが合いますっていうのがあるんでちょっとその辺を詳しく解説していきたいと思いますまずですね合う合わない何って言ったらまずクラブってシャフトの太さが違うんですよなので何でも気に入って手に取ったグリップを入れれば合うっていうものでもないんですよね。 それちょっと詳しくやると、例えば、ダイナミックゴールドと NS プロ NS プロって言っても、950とか、850とか、軽量の部類に入る 100g 以下の NS プロは、シャフトが太いんですよ。ダイナミックゴールドの方が細いので、グリップの詳しい話になっちゃうんで、申し訳ないんですが、M60 っていうグリップが標準なんですよ。NS プロには、 肉厚が薄めのグリップが入ってるんですよ。シャフトが太いんで、ダイナミックゴールドに入ってるようなグリップを入れちゃうと、めちゃくちゃ太くなっちゃうんですよ。なので、ダイナミックゴールドはその普通の M60 ってやつが入ってる。肉が一般的な肉厚の太さのグリップが入ってるんです。でも、軽量スチールは固速すると耐久性の問題で弱くなっちゃうんで、軽量スチールって太くなってるんですよ。太くなってるってことは、グリップを薄くしないと太くなりますよね。 なので、NS Pro とか軽量スチール、NS に限らず、太いシャフトには肉厚の薄いグリップが入ってる。数字で言うと、M62 ってやつが入ってるんですよ。なので、それを入れないと、太いシャフトには合わない。あと、バランスも変わっちゃうんですね。なので、その辺が、ただグリップを変えるだけだと、あれ、ドライバーすごい感じ良かったのに、グリップ変えたら感じ悪くなっちゃったっていうのが出てきます。その辺は気をつけていただいた方がいい。 点になりますね、あとは、グリップの種類をお伝えしたいんですが、今ちょっとここに3種類のグリップを用意しました。どう違うかっていうと、この3種類で共通していることは、ラバー、ゴムです。なので、グローブが黒くなります。これ後で説明しますけども、これはノンコード、フルラバーです。糸が入ってない。これはハーフラバー。上の部分が 糸入りコード入りでこっちが糸がが入っってなないラバーになりますこっちがフルコードコードとかハーフコードとかいろいろ言ってますけどコードって何って話ですよねグリップの中に糸が入ってるんですよ糸が入っててすごい握った感じ硬いんですよ今ほとんどコード入りってなくなっちゃったんでなかなか 目にする機会がないんですけども、硬いグリップが好きな方っていうのは、こういう糸入り、コード入りのグリップを入れた方がいいかもしれないですね。コード入りとノンコードと、もちろんメリットデメリットがあるんですけど、人によるんですよ。コード入りのメリットっていうのは、晴れの日もちろんすごいグリップ力あるんですけども、雨の日に滑りづらいっていうことと、あとは硬いんでしっかり握る方なんかはすごくおすすめ。 しますコード入ってなくてももともとグリップ素材が硬いグリップとかなんかはすごいこういうグリップ力がギュッと握る方なんかおすすすめしますねコードが入ってないノンコードグリップっていうのは持った感じもソフトですし触り心地なんかもしっとりしてるので女性の方だったり手の皮膚が少し柔らかいとかしっとり し,りしてて柔らかく握りたいなっていう方なんかはこういうコードが入ってないグリップなんかがすごくいいなと思いますもちろんこのコード入りとコードなしでグラムも違うんですよコード入りの方がもちろんグリップ自体が多少重量があります多少って言ったって 2g ぐらいですかね重いの。こっちが基本 50g 設定で、こっちが 52g 設定になってるんで、ヘッドバランスで言うとワンポイント変わってくる感じですね。そのまんまグリップ交換で入れたら、その辺が良い,い悪いが出てくるんで、ご自身のクラブに対してどういう変化が出るかっていうのは入れてみないと分かんない部分もあるんで、仮合わせしてショップの人なんかに聞いてグリップ交換した方がいいと思います。そもそもそのグリップは純正が一番いいんですよ。新品の場合、 純正グリップがそのクラブに対して一番合ってるグリップがメーカーさんで指してきてるんでやっぱ純正グリップの方が一番この完成度が高いと思いますもちろんカスタムというか自分の好きなグリップを入れて好きな太さにしてやるのがもちろんいいんですけどもとにかく新しいグリップで太さなんか関係ないよっていう方は 純正グリップを付けていただいた方がいいと思います。交換する時も純正グリップはメーカーで取れるのでショップ行って取ってもらった方がいいんですが唯一難点としては純正グリップが一番高いんですよ。なので、社外のグリップを入れた方が値段的にも安く済むので例えばこういう同じ、全く同じグリップですよ。全く同じグリップだけどもロゴが違うとか純正と社外のグリップ これは幸いにも全く変わらないのでロゴが違うだけなんでこっち入れても全然いいんですよ。こっちなんかはネットとかだと390円とかで売ってるんですよ。なんですごいコスパもいいですよね。もちろん難点あります。グローブが黒くなります。こういう風にちゃんと洗って取ってあります。ラバーグリップ、ゴムのグリップの難点すべてグローブが黒くなるんですよ。こういう色付きラバーとかはこれもグローブ水色になるんですよ。とにかくラバーグリップ、ゴムのグリップっていうのはグローブに 色落ちすするんででその辺は理解をしてて使ってい,ただい,た方がいいいいたただ方があとはこういうエラストマンイオミックとかエリートグリップなんかは色落ちしないんですよゴムじゃないラバーじゃないんでこれなんかはグリップ力もすごいあっていいですこれは革のグローブにすごいマッチするもうしって トリ系の極みですねこういうグリップが好きな方はもう本当にエラストマーの素材を使ったグリップを探していただいて刺していただくとすごいしっとりしますこれは僕も好きでずっと使ってましたね今はゴルフプライドを使ってますけど試合でした時なんかはエラストマーのグリップ使ってたんですごいピトーってする感じが良かったですねもう変えた時の握った感じっていうのは良かったのをもう今でも覚えてますねなんで今は いいろろ理由があっっててどこでも売ってるゴルフショップじゃないスポーツショップでも売ってたりするのがいいところどこでもいつでも買えるあとはいい意味で誤差がめちゃくちゃゃくあるのよプラスマイナス2ムの誤差があるから例えばヘッドバランスが違うクラブが出ちゃった場合に重いの入れたり軽いの入れたりするとバランスを揃えられるっていうのもあるしもちろんそれだけ数があって誤差があるってことは自分の好きなグラムを ピックアップできるんでね例えばショップ行ってやらしてくれるところがあればいいんだけどはかりを借りて同じグラムを揃える数が多いからだいたいショップってもちろんね在庫抱えたくないから例えば10本とか20本とかしかない場合があるんだよねでもこれって結構あんないっぱいそのお店にもだから30本とかあれば ピックアップして、例えば五十グラムだったら五十グラム持ってって、バッと自分の欲しい本数だけ買うのはすごいいいなと思う。でもそれは測らしてくれるショップと測らせてくれる、多分うんあると思うので、店員さんに必ず聞いた方がいいですね。確かにグローブ黒くなるんだけども、俺個人的にはグリップ力がすごいあると思うの、ラバーの方が。もちろん。 コードが入ってないノンコードだから減りも早いんだけど、それを考えたとしても、グリップ力はすごいあるなって俺は思う。スリクソンロゴのやつがあるし、それを今でも使ってやってる感じかな。エリートグリップ使わせてもらってて毎、毎週、早い。早いあそ 消耗は早いんだけど、早いってことは柔らかいじゃないヘリが早いってこと。それだけすごい手にフィットする。何とも言えないこのフィット感っていう。それは握った時に感じるし、くっついてるっていうぐらいグリップ力が最初はあるのよ。<ん>ただ、もちろんヘリが早いから減ってくるとグリップ力ももちろんなくなってくる。だから、あんまりグリップ変えたくないよという人は、ゴルフプライド使った方がいいかもしれない。うん。あ とはこれなんかはマルチコンパウンドって言って、これはね、グリップ自体が同じ M60 ってさっき言ってた標準の太さですよっていうやつよりも、これも M60 なんだけど、すごい太く感じる。だから、細いグリップが好きな人は、これは合わない。 と思う握った感じがねすごいブワッて感じるんだよねだからこれなんかは手の大きい方とかグローブサイズでいうと23以上使ってる人とかそういう人なんかは合いそうな感じはするけどね数値的にはでも同じなの同じなの同じなの60なんでね60って書いてあるけど太いのよこっちコード入りだからグリップってパラレルじゃなくてテーパーになってんのよこっちが細くなってるじゃない太い方にコードが入ってるからコード入ってると膨張みたいな感じで太くなるのよ こっちがそれで太い方を太くしてるから余計太く感じると思うんだよね。それに合わせてこっちも多少太くしてある可能性があるんだよね。こうやってやると糸が入ってるから硬いからこっちからこっちは曲がんないじゃん白い方は。動かないでしょでもさこっちはラバーだからさ柔らかいから曲がるじゃないでもこっちはノンコードだから全体的にこうやって曲がるじゃないそれぐらい硬さが違うんだよね。これはねすごいおすすめ太いの好きな人は。あとは本当に俺ヘッド バランスをすすごい大事にににるから本当に安易にグリップ交換ってパッてできない人なんだけど軽くななる分にはみんな対応できんのよだけど重くなった時に違和感に感じるんだよねそこが注意点かな純正で今なんだろう一番グリップ多いのは一時期はもうほとんど全メーカーこれが入ってたのみんなこのゴルフプライドの ツアーベルベットラバーっていうのが入っててこれが一番多かったのかなその次に各メーカーこのグリップを出してきたのよここを自社のロゴにして出してきたのよプロも結構多かったなこのグリップうんで、うん、今多分ゴルフプライドがやっぱ一番多いのかな未だに多分これが一番多いかもしれないこれの今さスリーブカチャカチャで向き変えられるじゃないバックラインありなしってあるのよこうやってかまるじゃない ここの真後ろここの下にボコってね線が入ってるのよそれが一応グリップの第二関節にぴったり合うようにくるようになってんのよそのバックラインが今ないの向き変えてもボコが気にならないようにそれでオールラウンドの360度同じ向きこのロゴもないのよ今、えー、ロゴもここに。 ゴルフプライド、ゴルフプライド、ゴルフプライドって入ってて、どの向きにしても違和感がないようになってる。そういうグリップが今はほとんどだから、それもアイアンに入れてんのよ。俺はバックラインないとダメな人なのね。全クラブバックラインやるのよ、俺。ドライバーもガチャガチャだけど、バックライン入ってんのよ。向き変えないから。純正が一番いいと思ってる人だから。だから、ここの向き、ここの向きって変えないから、もうバックラインありを入れちゃってるの。これ、これさ、こうやって持って、この向きで。それでグリグリってこうやってみて。なんかあるでしょゴリゴリって。それがバックライン。 あとは、こっちにちっちゃい穴あるじゃないで、こっちにでっかな。でっかい穴から、ちっちゃい穴を見るとバックライン入ってることがわかんないそこにね、ハンダみたいなばあってあるのよ例えば、よくショップで俺会ったのはゴルフプライトのグリップのとこ行ってバックラインあり、バックラインなしって書いてあるのよ、うん、でも、パッと見てああ、バックラインありとなしうんあやっぱりバックラインありの方がいいなってなるとあれどっちがバックラインありだっけなしだっけ見た目じゃわかんないじゃんだから、こうやってやって 次のお客さんが「あれバックラインあり取ったのになしになっちゃったらあれじゃない?」それでこうやって見てた <laughs> グリップってほんとすごいバランスの問題で大事になってくるからグリップ交換はやっぱりできれば誤差は抜きにして例えば今使ってるグリップが肉厚がいくつで大体5860623つがこれ多いのよ そのののつをこのグリップの内側に書いてあるんだよねそれをまずショップの人に聞いて知ってそのグリップのグラムを聞いた方がいいそれに一番近いグラムを指せば違和感が一番少なく済むこだわりがある人はもうこだわってるだろうからいろいろバランスが変わってしまうことだったり太さが変わってしまうことにもう分かってるから。 別にいいんだよね自分でまたそっかかららカスタムするからだけど減っちゃったからただグリップ変えますっていう人はやっぱりなるべく近いグラムを同じグリップだったら同じグリップが一番いいんだけどそれに刺した方がいいね。あと下巻きテープ。グリップに下巻きテープを巻いてあるんですけど下巻きテープの種類があってざっと2種類あって。 でニットテープっていう両面テープとバッファローっていう両面テープなんですけど違いというのはテープの厚さニットテープの方が薄くてバッファローのテープの方がちょっと分厚いですよ差はそれぐらいなんですけどそれぐららいいいって言ったってて言たた巻相当な違いにな違にるんですよそれどういうことかっていうとニットテープの方がもちろん同じグリップを刺した時にもちろん薄く感じるんですよで細く感じるグリップが。でバッファローの方が握った時に 太く感じる。もちろんその厚さが違うんでグラムも違ってくるんですよ。テープを巻いた上にグリップを刺すと手元の重さが変わるんで自然とヘッドバランスも変わってきます。多分純正はどっちも付いてないメーカーが多いと思うんですよ。例えばこれもバッファローなんですけどバッファローじゃなくてこういう太いやつでシャフトに対してビーってこうやってつけちゃう。 メーカーカもあったりあとはもう螺旋も螺旋ですごい隙間が空いて本当にね授業で使ってた両面テープみたいな。 ペラペラの薄いのを使ってるメーカーもあるんですけどそういうのからいきなりバッファローにしたら相当グリップは太く感じるんです同じグリップでも次回ですねちょっと実践も含めたグリップテープの巻き方だったりポイントをまた次回の動画でやっていきますのでそちらも楽しみにしていただければと思います結構グリップの話しましたまだパターのグリップの話とかもあるんですよそれもまた後で撮りますんでまた今回もですね参考になったなと思いましたらチャンネル登録をぜひ よろしくお願いいたします。またコメントなどをいただけましたら、詳しい内容だったり、違う動画なんか撮っていきますので、ぜひぜひコメントの方もよろしくお願いいたします。では今回グリップのことについて解説させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。